皆さんおはようございます。小森です。今日の聖書のお話は第一ペテロ2章の18節から25節です。任せて生きるという題になっています。この任せて生きるというこの任せるという言葉は聖書では、聖書はギリシャ語で書かれているわけですけども、この任せるという言葉はギリシャ語でパラディドーミという言葉です。聖書の中では比較的よく使用される言葉です。旧新約聖書全部合わせて395回も使われている言葉です。英語ではハンドオーバーとかデリバーアップなどと訳され、配達するとか引き渡すという、そういう意味が、考えられるわけですけども、またこの言葉が使われる文脈によってさらに多くの訳語が、日本語では、使用されている言葉になっています。この言葉の大きな特徴っていうのはイエスの受難の箇所に現れています。4つの福音書すべてにイエスの受難物語がありますが、そこで印象的な語がこのパラディドーミです。最後の晩餐を終えた後、ゲッセマネの園にいたイエスはユダによって裏切られ、祭司長たちに逮捕されます。祭司長たちはイエスを逮捕した後、総督ピラトのもとに連れて行き、そしてピラトが判決を下し、十字架につけることにしました。また、人々にイエスを引き渡すわけですね。福音書の受難物語ではこれら一連のイエスの身柄の移動がこのパラディドーミという言葉で表されていきます。はじめユダがイエスを祭司長たちにパラディドーミし、祭司長たちは総督ピラトにイエスをパラディドーミし、そして判決を下したピラトは十字架につけるためにイエスを人々にパラディドーミします。ユダの手から祭司長たちの手、祭司長たちの手から総督ピラトの手、総督ピラトの手から十字架へ、イエスは手渡されていくのです。聖書ではユダの行為に関してだけ裏切るという訳語を当てていますが、全部同じ言葉なんですよね。パラディドーミという。それで、日本語の訳で、その場その場によって訳語を変えているんですけども、ユダの行為に対してだけ裏切るという訳語を当てています。ですから、それは異訳であって、パラディドーミという言葉なんですね。これは、ユダも他の人たちと同じく、イエスの身柄を最終的には、十字架に手渡したその一連の行為の一部を担ったと捉えることができると思います。この一連の人々のパラディドーミによってイエスは十字架へと引き渡されました。このパラディドーミという言葉ですけども、委ねる、任せるというように訳すこともあります。引き渡すというふうに渡すというふうに訳すこともありますけども、また委ねる、任せるというふうに訳すこともあるんですね。で、何かを誰かに渡すということは、それをその人に委ねたんだという意味にもなるからだと思いますね。彼らはイエスを手渡して委ねていったわけですけども、これはイエス自身から見ると彼らに手渡されていったというふうに見えて、実はご自分を彼らに委ねておられたんだというふうに見ることができます。一連の流れの中でイエスは彼らに対して抗うことを一切せず、その運命にご自分の身を委ねておられたということをこのパラディドーミはまた表しているように思われます。本日の聖書箇所であるペトロのこの2章23節には罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりましたとありますが、この任せた
と訳されているのがこのパラディドーミです。イエスはパラディドーミによってユダの手から祭司長やピラトの手を経て十字架へ手渡されていきましたが、それは実はイエスご自身が運命にご自分をお任せになったのだということがパラディドーミという言葉からわかります。またさらにペトロの手紙を書いた人の解釈であったということも一緒にわかるわけです。ヨハネによる福音書の19章30節にはイエスの十字架での最後の様子が描かれています。イエスはこのブドウ酒を受けると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られたと書かれていますね。この引き取られたと息を引き取られたと訳されている語も実はこれパラディドーミなんですね。息を引き取るは、亡くなった死んだということを婉曲に表現しようとしているのではなくですね、これはパラディドーミ、ご自分の息、自分の霊を神に手渡されたという意味で、まあ、命を神にお返しになった、神の手に委ねられたということがこのパラディドーミという言葉からわかるわけです。ペトロの手紙を書いた著者は人から人へ手渡され、そして最後に自らの命を神に手渡し委ね任された。イエスのこの従順っていうものを模範にして、あなた方キリスト者もその足跡に続きなさいと書いているようです。イエスがその身を委ねられた十字架への人生というものは、抗うことのできない私たちの人生も、この重ね合わせて見ることができるのではないかと思います。私たちはそのような抗えない事態をこの運命と言いますかね、なんとか抗えないだろうかと必死に手足をバタバタさせてもがき続けている、それが人間の世の中というか人生というような気がします。例えばですね、私というこの存在が今ここにいること、これも運命のような気がしますね。もう数百年前、数千年前ではなく数十年前に、そして他の国ではなくこの日本で、そしてまた隣のうちの田中さんとか山田さんではなく私の両親から生まれたこと、そしてこの両親二人がクリスチャンであったこと、それはまさに神の摂理であり運命であるとしか言えないような気がします。私たちは時代、国、親を選んでこの世界に生まれることはできません。自分で選べない事柄を運命と言うのではないかと思います。そしてまた変えることのできないように見える運命の中でも、努力をして運命に負けず自分の人生を新しいものに作り変えていく人もいます。NHK 昔朝ドラに花子とアンというものがありましたね。今もちょっと再放送していますけども、そのドラマの主人公花さんは貧しい農家に生まれ、そしてまあ、いろいろな状況がありまして、給付生として教育を受けられることになりました。で、学校に行き始めたわけですけども、学校のお友達はみんなお金持ちで、上流階級のお嬢様たちです。まあ、その当時、花さんが生まれて育った当時っていうのは、お金のあるうちに生まれた人しか教育を受けられなかったわけですね。どこのうちに生まれたか、お金持ちのうちに生まれたか、そして貧しいうちに生まれたかっていうのは、これは運命として変えることはできないわけですけども、この花さんは教育を受けるという、ま、これも運命ですね。運命に恵まれて、そして勉強をすることによって自分のまた運命を切り開いて、いったわけです。病気も自分で選んでなるわけではありません。与えられた運命を変えることができなければ、本人が委ねようと意識しなくても、その中で日々を精一杯生きていくことしか私たちにはできません。また自然災害や人災、交通事故や
様々なアクシデントが人生には起こります。もし私たちがその場にいたら、誰もそこから逃げることなどはできませんから、まあ、それを運命というのかもしれませんが、まあ、それが自然の災害だったらまあ運命と言えるかもわかりませんけども、それが人災、人によって引き起こされた事件や事故など、まあ、何とかしたら避けることができたのではないかというようなものだと、まあ、運命なんだと一言で済ますにはとても悔しい思いが、残ります。そして愛する人をこのような人災で失った家族の方々は、まあ、その方が死ぬまでこの悔しさ、悲しさを抱き続けながら生きなければならないのではないか、ないでしょうか。それもまた運命と言わなければならないんでしょうかね。運命とは本当に残酷なものかもしれません。このような家族や愛する人を亡くした、方々の悲しみに対処するためにグリーフワークという働きがあります。日本でこのグリーフワークの働きをしておられる、この会があるんですけども、その支える会という会がありまして、その通信の第23号に代表をしておられる長田光信さんという方が、以下のような文を書いておられましたので、少しお分かちをしたいと思います。ここから引用です。アメリカの神学者で哲学者でもあるラインホルド・ニーバー、1892年から1971年の祈りの言葉をご存知でしょうか。ニーバーはオバマ大統領にも深い影響を与えた宗教哲学者だと言われています。素晴らしい祈りの言葉ですので、ここで一般に流しているものに私なりの日本語訳をつけてご紹介してみたいと思います。こんな風に始まる祈りです。神を変えることのできない事柄については、それをそのまま受け入れる平静さを。変えることのできる事柄については、それを変える勇気を。そしてこの二つの違いを見定める英知を、私にお与えください。この祈りは、アルコール中毒者構成会普通 AA と略記されている断酒会で公式に採用されている祈りの言葉だと聞いていますが、事実初めて私がこの祈りの言葉に出会ったのも AA に加わって構成の最終段階である12段階目他のアルコール中毒患者たちの構成を援助する仕事に自らも参加する段階を迎えている主人公ドックの絶望と再生を描くアメリカ演劇愛しの芝居を帰れの台本においてでした。ドックが毎朝唱えるこの祈りをニーバーの作とも知らず読んでいたのですが、その後これがニーバーの作になるものであること、そしてこの祈りにはさらに以下のような祈りが続いていることも知りました。以下の祈りです。ただ一日一日を無事に生き、ただ一瞬一瞬を味わい楽しみ、様々に訪れる苦難もいずれ平安へとつながる道筋として受け入れ、たとえこの世が罪深い世界であっても、主がなされたようにただあるがままにそれを受け入れ、主の御心にお任せしている限り、いずれすべては正され、この世でのほどほどの幸せを全うした後には、必ずや主と共にある来世での永遠の至福が待ち受けていることを信じます。アーメン。素晴らしい祈りだとは思いませんが、ここで言う事柄とは、さまざまな苦難を言うまでもなく、自分を取り巻くさまざまな状況、こうしがたい人間の性癖習慣までを含めた幅広いものですが、この祈りはその苦しみが深ければ深いほど、ただいたずらに抗うのではなく、それを受容し、先々をただ思い煩うのではなく、
今ある一日一日、一瞬一瞬を精いっぱい生きながら、やがて訪れるに違いない幸せの時をじっと信じて待つことの大切さを教えています。と、ここまでがちょっと長い引用になりましたけども、この、初めのところですね、紙を変えることのできない事柄については、それをそのまま受け入れる平静さを、変えることのできる事柄についてはそれを変える勇気、そしてこの2つの違いを見定める英知、変えることができないものなのか、変えることができることなのか、それを、見定める英知、知恵ですね、英知を私にお与えください。この、2番のこの祈りっていうのは、アルコール中毒者更生化普通 AA で、採用されている祈りの言葉ではあるのですけども、アルコール中毒ということに、この性癖癖っていう、後に自分が、習慣になってしまった、そのようなことに対して、採用されているわけですけども、この祈りはまた私たちの人生そのものが抗うことのできない運命なのか、そしてそれにどう、自分の人生にどう対処して我々は生きていくのかということに対しての、大きな示唆を与えるものとなっているのではないかと思われるわけです。イエス・キリストがユダの手から祭司長の手、祭司長からピラトの手、そしてピラトの手から十字架へと引き渡されていった時、彼はその運命に抗うことをせず、受容、受け入れて、そして最後に自分の命を神へ手渡しました。人生の中でも変えることができない事柄、変えることができる事柄も多いかもしれませんが、この最後に十字架という苦しみを通って、私たちの霊を神の御手に手渡すこと、これは避けることができない私たち人間の運命です。遠藤周作というクリスチャン作家が、私のイエスという本の中でこう述べています。以下、引用です。私の先輩にあたる椎名林蔵さんというキリスト教作家の言葉に、私がプロテスタントの洗礼を受けて一番良かったのは、これで死ぬ時に苦しいとか死にたくないとか醜く叫びながら死んでいく覚悟ができたというのがありますが、私はこれはとても良い言葉だと思うのです。中略です。そして以下続きます。普通信仰者というと、その日から疑いが全て晴れ、安心した気持ちでいるとあなたは思うかもしれません。しかし何度も言うように、そんなことはありえないのです。みんなと同じ迷いをやり、みんなと同じ悩みをやっているわけです。ただどこが違うかというと、迷いや悩みを持ったりしても、そういう迷いとか悲しみとかを知ってくれる人がいるのだということ、そういう存在があるのだということです。そしてこれが、私はキリスト教を信じてよかったなという気持ちになる大きな拠り所でもあるのです。ここで引用終わります。遠藤周作さんの本の中の引用でした。十字架という運命に手渡され、委ねられたお方は十字架を通らなければならない私たちの悲しみや怒りや恐れや迷いなど、すべてをご存知でいてくださるお方です。イエスのこの生き方、十字架への生き方、人生の生き方の生き方でしょうかね。任せて生きる。パラディドーミ、任せて生きるという生き方に、私たちも思いを馳せていきたいと思います。今週1週間も皆様の上に神様の豊かな祝福がありますように。